はい、青春秘密基地アーバーです。今回はおもちゃ部の漫才協会おもちゃ部の部長の和夫さんに一緒に来てもらってるんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんと、はい、どこに来てますかね。浅草の、はい、とある会場でやっておりますアメージング、はい、というアメージングストア、ストーリー、アメージング商店街、商店街、はい、商店街というイベントに、はい、潜入しております、はい、浅草ということでもうホームですよね、ある意味。そうなんですよ、ホームですよね、我々の。自分も初めてちょっとね、このアメージング商店街というね、僕もね、今回2回目なんです。あ、2回目なんですね、はい、でなんとここにはなんとね、名誉顧問のスターポットさん、はい、もう出展されているということで、今日はちょっと応援がてらね、はい、ちょっと顧問と部長で潜入していこうかなと思うんですけど、やってまいりました、はい、ちょっと中見ていきましょうかね。行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。素晴らしいものがありますね、ボルトインね、一式5台セットの。どうですか隊長、あれは買えませんか、ね、いや、さすがにちょっとね、持ち合わせがそこまでないんですけど、ただこのファイバード、うん、これは持ってたんですよ、これ、はい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 、これ手放したい、ね、これは2つセットでいうことですか。プラトイみたいな感じでね、これプラデラみたいな感じで、これ韓国に行った時に買ったんですよ、このファイバード売ってて、おもちゃ屋さんに。でも、結構お安い感じが。そうですね、ほんと安い。ファイバーとグランドセットで1万円、ね、安いっすね、ファイバーも安いっすよね。いや、俺韓国で買ったんですよ、ファイバーの昔に。そのコンソリとか関係ないですけど、かなぁ。いや、安いと思いますよ。そうです、文字が、あの向こうの文字になってくるんですよ。そうかな、だと思う、韓国で買ったんで。でも手放しちゃう。でもスノコンっぽいっていうところだったら、ちゃんと宝の判定をもらってやってるんで。ああ、多分判定あったと思います。そうそう、それだったら大丈夫です。ああ、8万とかじゃないですか。すごい。どうだ、神田さん。いや、じゃあ、そのボルトインボックスじゃないですけど、はいはいはい、あれとこれでセットで買ったのですか。また持ってる、一応俺持ってるんで、はいはい、あの5体セットは。あの箱付きですよ、でも。いや、もう箱付きで持ってます。おー、そうなんですか。ボルトインボックスもボロボロの箱だけなんです。ボロボロの箱を白いと、もう角もボコボコのやつは持ってる箱は。ただ買ったのは小箱で、箱だけあったから安く買ったのがあります。ちょっと見てください、はい、メガロマンのこの数異常ですよ。いやこれメガロマン、これちょっとこれ今そういうの抜いてるんじゃないですか、これ。いやこれ当時物でって言うと、当時物ですよ、これ当時物だけ抜いてるぐらい置いてありますね。でもこんなにメガロマン並んでるの初めてですよね。この辺のペンダントもライオン丸も、そうですね、まあ、売ってるんですけど、売るほどあるし、セブンと、うん、これみたいにゴドラセージ、ね、はい、この辺も結構大変、はい、でライダーもちゃんとマフラーついてますからね。あ、状態いいですね、状態いいですよ。で何気にこの横山康さんもいますしね。そうですね、これは、ね、これいいじゃないですか、ライダーの、はい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 、消しゴムついてるの、うんうんうん、これ結構スカイライダーと雰囲気あります、ありますね、これも集めたくなっちゃいますよね、うん、これもやばいですよ、アサリちゃんの、アサリちゃんのこの3色セット、これが一番やばい。これドラミちゃんですか、これドラミ、これ可愛いですよね、これ可愛いですよ、ワタアメの袋だと思うんですよね、うん、あとこの陶磁系のこの20円のガチャガチャの中に入っている、懐かしい、これもミニブック、うちにもあります、これ、ごめん、懐かしいな、ミニブックいいですね。あとあの折り紙だとかね、このあとマリオとか、これも一応ね、しんちゃんだと思うんですけど、しんちゃんに見えない髪型が、確かに確かに、あ、これも懐かしい、ドラえもん、あれこんなに結構ありますよ、ありますよ、これセットじゃないですか、これこの鉛筆をこう構えるかめるんですよね、これ。ああ、はい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 、これもいい、文房具のなんかおまけでしたよね、はい、うちこれ1個か2個ありますよ。ああ、これいくらなんだろうな、これ聞いてみましょうか、これいくらなんですか。全部で2000円です。買います、じゃあ俺。買います、買います。これ2000円は買います、これ。ありがとうございます。いやあ、ちなみにこの稲妻はいくらなんですか。500円。買います。はい、なんか面白い。こういうとこホリホリするのがね、やっぱね。ホリホリタイムですよ。はい、これもいいですよ、スーパーマン。いい、いい。そうか、これ消しゴム系やっぱいいですよね。ねえ。あ、ライダーマン、ライダーマン、これ磁石のやつじゃないかな。ああ、ありましたね、磁石のやつ、ね、マグネットのやつですよ、やっぱ色はマグネットっぽい。俺子供の時それが欲しくてなかなか出なかったんですよね。ああ、合金の何でしょう、これ大王者、あーはー、これやっぱ高いな。あしますね、もう古物、いやいっぱいありますよ。まず俺これ気になっちゃいました。はいはい、これいくらですか。これはいくらですか。
あ、すいません、ちょっとね、なんか入ってないの、そうですね、持ち主にないんで、あ、ちょっとじゃあ待ってきます、はい、これもちょっとね、これ、これ持ってたかな、俺持ってたか覚えてないけどね、これ僕いいですかね、そう、これね、ジャンボペンシルシリーズで、うん、結構いろんな種類出てて集めてるんですけど、うん、はい、ウルトラマンがなかった、いや、俺持ってたような気もするし、持ってないような、いや、そういうのは買っといた方がいいんですよ、うん、だって持ってなかった時はもう、あ、うわーっとあそこで買えばよかったってなるじゃないですか。これも面白いですね。これはあれですね、ミシュランですね。そうです、なんでしょうこれ、ビバンダム、ビバンダムが2000円、でこれあれですかね、ネックレスですかね、これなんですか、これ、あ、ガメラのやつです、食画じゃないですかね、面白いですね、金消しの当時のやつなんかもね、うん、セットでこのカプセルの中に入ってるっていうのがまたいいですよね。いいですよね、うん、カプセルが高いんですよ今。意外に当時のカプセルを探してるんですよ。カプセルだけで買おうと思ってもまあまあします、中身なしでも。なるほど、はい、じゃあちょっとこれ後ほどまた値段いきましょう、はい、でこちら DJ ブースの方に今来てます、はい、あの会場の曲をずっと流してるんですけど、ちょっとこれがですね、はい、僕の高校の同級生になるんです。あの1個下なんですけど、僕、はいはい、あのダブってるんで、いろいろ事情があって、いろいろ事情があって同級生という。で、あの高校の時の僕のことをよく知ってる人です。ああ、はい、こんなところでなかなか会うんですね。会わないですよ、ね。一つ上だったんですけれども、同級生になりました。ああ、嬉しいのか嬉しくないのかはちょっとさておき。あの僕が高校をまあ自主的に辞めた時の話も知ってます。はい。で、あの、まあ、DJ ブースをやってるという、はい、まあ、この辺本来ね、YouTube だとこの曲がどうなんだってことになるんですけど、はいはい、これぐらいだったら大丈夫でしょう、まあ、たまたまね、はい、まあ、同級生がやってるので、はい、同級生が、はい、あのバーをやってるんですよ。あ、なるほど、あ、こういう当時のレコードでは聴きながら、どこでバーやってるんですか。西荻窪でキックハウスだ、キックハウス、あ、キックハウスというバーをやっております。でいくとこういうアナログなレコードを聴きながらお酒が楽しめるという、あ、大人の空間ですね。今度行きますから、おもちゃ部で、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこちら、はい、やってまいりました、はい、いつもお世話になっているこの日本アルミ弁当協会の松戸デラックスさん、松戸デラックスさん、はい、またいっぱいコレクションをまた見せびらかしに来てますね、どうやら。ゴレンジャー、ウルトラマンレオ、いいですね。この辺はこの前に、ね、紹介させてもらって、実写版がね、なかなかアルミ弁当にないっていう情報も仕入れております。確かに、確かに絵ならあるけどね、うん、今回これ初めて見ますから、マジンガー、マジンガー、マジンガー、これをちょっとランチボックスか、これ解説しましょう。ぜひぜひぜひ、はい、このマジンガー Z はこういう風に、はい、おお、この中身は俺持ってます、これは。そうですか。でもこんなセットのは初めて見ました。これはまあご存知の通り、日本アルミ弁当箱協会は、はい、想像と妄想でございます。はいはい、想像、基本が想像と妄想、誰も答えをもう知らない。はいはいはい、はい、でこのマジンガー Z は、はい、かなり大量に作られてる。ああ、そうですよね、出てますよね、まあ、人気ありましたし、人気ありました、はい、それで売れ残った。あ、はいはいはい、言い方悪いですけども、あ、なるほど、たまたまあの残った、はいはいはい、でもっと売りたい、なるほど、どうしよう、はい、それでランチボックスを作ったのが、ちょっと豪華にして、マジンガー Z と、はい、リミットちゃん、リミットちゃんなんです。あ、リミットちゃんも持ってる。本当ですか。持ってる。あ、ってことはやっぱりリミットちゃんもたくさん出回ってて、はい、もしかしたらお店に残ってしまったのか、はい、お弁当詰めますよ、ね、はい、縦に持ちますよね。あ、バダラですよね。まあ、そうですね。そうですね。そうすると布巾とか、あ、そういうのが汚れてしまって残らない。なるほど。だからこの完璧な状態で残ってるものというのがほとんどないわけです。なるほど。ですから残ってるのは全て鉄骨。なるほど、わかりやすい。珍しい商品ですね。そうだよ、ダラダラになるもん。なるね。だいたいお遠足行ったら3人に2人ぐらいはダラダラで、そう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 、リュックの食から吸う。麦茶が出たり、汁が出たりしますよね。中に入ってるジャポニカ学習帳がぐじょぐじゃなんで。いや、これメカンダーロボのゼンマイの歩行のやつ、8000円、はい、これも手に取った。やっぱ趣味が似てますね、じゃあかなり。あの、もう小4の頃から、うん、あのガンダイの500シリーズから、へー、これいいなと思って、なおかつこのさっきこのインチキ番長さんのところも見せてもらっていいですか。はい、これも自分か前回のイベントでスーフェスで買わせていただいて、はい、これも動画上がります、これも、はい、いやー、なかなかいいですよね、面白い、いいチョイスですね。
やっぱあれだね。あー、これも手に取った。これも安かったですよね。これ割と1000円で、この当時のパチモノというか海外のねブートモノ感がなんともいいですよね。やっぱあの青葉隊長の動画のファンだってあって、はいはい、あ、趣味がね、趣味が一緒ですね。趣味が似合って、合ってます。はい、またこの辺古物関係、はい、もう俺パッと見これいいっすよね。このこれでしょ。で、俺はこれなのよ。いや、これもいいっすよ。キーラなんですよ。キーラのね、キーラなんですよ。これはかなりチープな感じが、銀玉デップの男の昭和な。なんでキーラなのかがわからないよね。まあ、確かに。タイガー工業さんが、うん、あの適当に選んだやつです。あ、適当に抜擢された。ちなみにウルトラマンのジェットンの前の話ですね。はいはい、これはあの、ニンテンドーさんって言って、ちょっと待って、これお値段も。おお、こんなにこれ貴重なんですか。もう多分箱が、いや俺も初めて、箱がやばいんだ。新高さんが潰れるちょっと前に、はい、あの地方 の、あのお菓子屋さんからの注文を受けて、うん、少数販売したもので、ヤフオクで死ぬほど安くて僕は落としたんですけれど、今となってはそうですね。ミラーマンも入ってますもんね。このミラーマンが希少で、もう皆さんこれパチだと思って、うん、みんな潰しちゃったんですよ。あ、でも正規なんだ。やっぱこれ正規です、正規です。新高さんって今では聞いたことないと思うんですけど、うん、実は日本で一番のお菓子屋さんだと思うんです。あ、じゃあ駄菓子屋さんとかで売られてたような。はい、もうちゃんとした正規のお菓子屋さんがデパートとかで売られてる。ああ、なんとなく見たことある、こういうデパートで。ね、めちゃくちゃ詳しい、いろいろ。ね、こんな貴重なものまでそこまで語られる人なかなかいないですよ。ないない。だこれ一つでもそうだし、よほど好きですね、やっぱりね。だからぼったくり価格で出てます。こっちもやってますか。はい、こっちもやってます。これもね、ここまでが僕です。あー、ここまでチープな海外のありましたよ。これがね、わかんないですよ。まあ、あの今ガンダムなのか何なのかもわからないけど、GP5 です。あー、GP5 です。あー、GP5、はい、GP5 です。これ名前 GP5 ですね。はい、もうツインブレードのやつやっとくと、サンライズさんから死ぬほど怒られるんで。あ、それだけで。はい、ツインブレードで怒られる。怒られるんで。新しいワードしました。わかりました。ツインブレード気をつけます。はい、気をつけます。で、こちらはまた違う。こっちはあのうちの社長の方の私物で。でも安くないですか。安いですよね。ビーグラブさんのこう1万円で、なんかこうだいぶ上がってますよ、ね。だってゴドラ星人で8000円ですもんね。そうですよね。これいいですよ。でも皆さん見ててそのまま置いてっちゃうんですけれど。まあ、やっぱり今日本のお客さんじゃなくて海外のバイヤーさんじゃないとこの値段で買ってってくれないので、やっぱちょっとヘッダー袋欲しくなっちゃいますね。そうですね、どうしても僕なんかは出してガシャガシャやりたいんで、これでも全然、はい、ああそうですね、うん、あ、いやー面白いことですね。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、はい、こちらまた古物といいますか、はい、いろいろチープな打楽器いろいろ入ってますね。これは僕大好きですね。名刺みたいな、これ長崎屋のこれ、うん、これね、ですよね、うん、あ、でも割と安く、いや安いっすな、うん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 、この相当回収系、うん、どうも中国では首を2つにすると人気が上がる。なるほど。でやっぱエリマキトカゲのトランプってのもいいですね。これ昭和ですね。ね、昭和ですね。安い、うん、300円とかダガンとか、はいはい、これはちょっとあの YouTube 的に映れないあのトランプもありますけども、あ、そうですね、あの隠しましたよ。 ありがとうございます。 あとモザイク処理大変なんです。大変ですね。あと、はいはい、食玩系のセット、うん、これも結構上がってるんですよ。あの ね、カーレンジャーのつい最近イエローの方がお亡くなりになっちゃったんで、これはちょっと貴重だと思いますよ。カーレンジャー、うん、いろんな情報知ってますね、本当に。いやこういうシール系も、はい、いろいろファイルに入る。あ、ラーメンバー、ガムラツイスト系とか ね、いいですね。ちょっとこれ先ほどね、いくらかちょっと聞き忘れてたんで、はい、ちょっとこれおいくらですか。1800円ですか。おお、え、これが持ってるか微妙なんだけど、これ1800円は2個あっても全然いいです。ちなみにこれ手に鉛筆を持たせることができるので、そうです、持たせることができます。じゃあこれよろしくお願いします。いやー、安価だと思うんですよね、これ1800円。いや、よかったですね、はい。実はね、これさっきから撮りたいところがあったんですよ、これさっき、はい、これですよ、これおお、これなかなかね、出てこないんですよ。これ何のおまけなんですか。これグリコのおまけですね。はあ、で、やっぱこの胸の色が2種類あるんですね。赤タイプと
赤はちょっと折れちゃってるんで、うん、でこれありますね、はい、あります。黄色タイプと2種類揃って、まあやっぱ小さい場合には破壊力あるんだけど、これもあの敵ですね、マジンガーの、はいはい、いつかは欲しいやつの中の一つにあるんですよ、これ。今日お買い上げですか。いや実はね、数年前にこのブレードなしのこの何スクランダーなしで4000円くらいでマンダラケで数年前にあったんですよ。はい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 、あれ買っときゃよかったなーって思いながら、これもう完品状態ですから、はい、買っちゃった方がいいじゃないですか。隊長買ってこられるんですか。え、俺がですか、はい、何を言ってんですか。それ振ってくるってことは、ありがとうございます。当たっちゃった方がいいですよ。いやこれはいいですよ。だからなかなかね、貴重ですよね。そう、このサイズ感で出てこないですよ。こうやって見れることがね、うん、この状態でやっぱ結構折れちゃったりとか多いんですよ、はい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 、ここになんとか無造作にたくさんありますからね。もうちょっと気をつけてくださいね、これね。で、ね、結構金額するんで、ここ800円とかのレベルと違いますから、ここに混じってるんだけど、さっきも無造作に混じってるなと思って。確かに体調に言われなかったら気がつかないですよね。いやこれはね、うん、でさっきも結構このブース人で笑っちゃってますよね。なんで多分結構最初もっといいものがかなりあったんだと思うんですよ。はい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 。いやーやっぱりなかなかこの辺お値段もするので、うん、ちょっと愛にポッと買えるもんじゃないんですけど、はい、いつかはちょっと欲しいなと思ってる憧れで、もうジャンクみたいなの出てこないですかね。ジャンクで安いの欲しいんですよ、どっちかっていうと。あーそうですね、あのプロポーズがないとかだったら多分、うん、あの2000、3000円。そうですよね、俺ないのに、でもブレードも本体の青のパーツだけあるだけでもいいんですけど、はいはいはい、そういうのを安価で買いたいタイプなんで、はいはいはい、やっぱこの一番でもグリコのおまけの割にはよくできてますよね。まあ当時の割にはね、まあ味があるっていうことにしておきましょうか。やっぱグリコのおまけの中でこれ半これ半券取ってるんです。もちろんもちろん。で半券ものって結構ヤマトとか、はい、ブルーノアとか、はいはい、ダルタニアスみたいなのもダルタニアスありますよね、はい、で中にはあるんですよね、そういう普通の車とかじゃない半券ものっていうのは結構欲しくなりますよね、このサイズ感で。数ですると僕わずかで、わずかですよね、ワークスなんですよ。だ子供の頃実際に俺ブルーノアとかヤマトとか出た思い出があって、はい、めちゃくちゃテンション上がってるの覚えてるんですよ。そのキャラクターがすごいんですよね。そうなんですよ。いやこれも発見物か、これは違うか、違います。なんかでもっぽいですよね、サンダーバードだね。Gファイターにも似てますね。はい、おもちゃ部の顧問を務めていただいてます、はい、スターコットさんのブースでございます、はい、いやね、素晴らしい。この、はいはい、多分 YouTube ギリギリ大丈夫だと思うんですよ。大丈夫ですよ、ギリギリ大丈夫なところでやってますから、はいはい、でもちろん自分今回買わさせていただいたんですけれども、はい、もう実際これに出てらっしゃる表紙の子ではないんですよね。あ、この子がなんとこちらちょっとっっ、はい、首から下でなっちゃうんですけども、実際にあって、ね、表紙は写して大丈夫なんですよね。そうです、はい、だこれを妄想して体のここで合わせてるんですよ。スターウォーズはほとんど無縁なんですけれども、はい、このギャップがね、なんと今回なんとこのスペシャルでこの当時のキャラクターのこのデザインが入った缶バッジが1冊を買い上げてプレゼント、プレゼント、でこちらもなんか激レア商品らしいですよね。これなんですか。これ当時の宝のアイキャッチの観測のシールです。何個もありましたよね。何個も、よくもうこれしかないです。だし結構売れたんじゃないですか。売れました ね、 ね、やっぱりね。ここにもこれ掲載してる。あ、なるほど。この中にもね、これも掲載さ、あ、ここにもしっかり載ってますね。はいはいはい。いやー、そうですか。あれ、これなんかラスト1個買い方に缶パッチ、全種類ボード、あ、ラストワン賞がある。あるんですね。もうちょっとですね。ラストもうちょいですね。もうちょいとちょっとかなって感じですね。5時までやってますからね。はいはい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、はい、ということで一通りちょっと今ね。僕一部でしたけど、パトロールしてきましたね、はい、僕らが好きなあのアンティークの、そうですね、ヴィンテージメインで、この他にもね、ヴィンテージの作家さんなど、まあ、はい、古物もいろんなイベントでね出されてる出展者はいたんですけれども、もう販売してるところもありましたね。すごい盛り上がりだったですし、うん、まあ本当に興味ある方はね、ぜひ今回8回目って言ってましたよね、アメージングさんが、うん、まああの年3回とか2回とか言っておられましたので、はい、調べてね、はい、ぜひね、これだけ盛り上がってます。で今回紹介したのはブースの半分の中ですよね。そうですね、後半はミリタリー関係のエリアがあって、今回ミリタリーと、うん、まあ、おもちゃ関係とっていう感じで、うん、はいはい、今回開催されたということで、自分も初めて来たんですけど、すごいですね。いやー、熱気がね、
暑いですね。やっぱこじんまりとしてる中にもやっぱり皆さん好きな方たちがね、うん、足を運ばれてといった感じで、うん、いやー面白いですね。ついつい掘り出し物もありましたね、うん、割と安価で、まあ、動画見てくださる方見てもらえば、そうそうそう、やっぱ値段も高いものもあるんですけども、そうですね、ゴリゴリすれば出てきますから、体調の得意なゴリゴリすれば、はいはい、安めに安価に買えるものもありますし、本当にまあ本当にそれよりもまあマニア向けな何十万っていうものも当然ね、もちろん会場にはありましたから、安価なものからマニア心くすぐるものまでって感じで、で中にはね、あの体調の動画のファンの方も、ああそうですね、たくさんの方にご声掛けいただきまして、ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。あの我々、あの漫才協会おもちゃ部も、はい、そのうち YouTube チャンネルを立ち上げますので、あそうですね、楽しみに、その時にはあの体調 の, あのファンの皆さんも遊びに来てください。そうですね、はい、いやでもね今日ね久しぶりに加藤さんと一緒にイベント回らさせていただいたんですけども、はい、楽しかったです。とてもやりやすいです。もうありがたい、俺一人でやってなかなかね撮って喋ってできないんですけど、まあまあまあ体調もね、かなりあのトークの方がうまいので、ね、いやいやいや、でもね、もう加藤さんね、どこに行っても聞こえる、あっちにいるなって、はいとか、なんかもうどこ行ってもね、もう声がでっかいんで、もうそれだけでもありがたいですよ。そうですか。で、それでまずお店の方に声かけていただいてね、呼んでください。いや、こちらこそよろしくお願いします。お願いいたしました。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう、はい、さようなら。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。